秘宝、映画ファン、日本の2024映画興行収入ランキングが広すぎる。わい4本しか見てない。映画好き界隈では1本も見てない人が圧倒的に多いとか。面白いことよりも周りのみんなが見てることの方がはるかに重要という価値観を持った人が多いのが日本人ということですね。この投稿に対しての反応がこちら。映画好きなら見とけや。自称映画好きは自分の好みの映画以外は嫌いだからな。アニメアニメ&アニメ。変なやつよくてくさ。自称映画2の見てない自慢恥ずかしい。ゴジラ感受け。歴代邦画売り上げランキング、1位鬼滅の刃、2位鬼滅の刃、3位鬼滅の刃、4位鬼滅の刃、5位千と千尋の神隠し、こうなる予定だけどええんか。ランキングにはないけどアニメならルックバックは見たい。配給人気すげえな。映画っていうかテレビを映画館でやってるだけやな。日本は実写に莫大な金をかけられないから派手な映像を作れるアニメが向いてる。アニメしか流行らない国。ご視聴ありがとうございました。映画、ドラマを中心に毎日投稿しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。